見たところ大丈夫のようだ。しかし今の姿は？今のはどういうことなんだ。突然敵に変身した。それだけを見ればここにいる B はおそらくシャドウだ。この B とは別に本物がいるのか。しかしここにいるこいつがシャドウだとは思えないし。それなんだけどよ、みんな聞いてくれ。この空間を作った星晶獣の正体が分かったんだ。そいつは自分のことをダンタリオンって名乗ってやがった。お前の力を獲得し空と星の覇者になるとかなんとか言ってたぜ。星晶獣ダンタリオン。ああ、でそいつはオイラの中に隠れちまったみてえだ。お前の中に隠れた。なるほどな。よ、それならさっきのことも本物のお前がここにいることも説明がつく。つまりそのダンデライオンってのが今回の黒幕だったっつうことか。それタンポポ、ダンタリオン。話がややこしくなってきたが、そうなるとそいつの目的は何だ。この空間は何のために生み出された。あいつはオイラの持ってる力、それが何なのかはオイラにもよくわかんねえけど、とにかくそれに目をつけてオイラをこの空間に閉じ込めようとしてたらしい。さっきの現象を見るに B 自体を乗っ取ろうとしていると言ったところか。そうみてえだ。気を許すとなんかの拍子で意識が飛んじまいそうだ。だが彼の中に隠れているとなるとどう対処したものか。ルリア、どうにかできそうか。それが B さんと同化しているせいかうまく捉えられなくて。くそ、汚ねえ野郎だな。あのリンゴも消えちまったし、ここまで来て手詰まりかよ。B さん、大丈夫ですか？みんな、離れろ。あいつがまた、出てきやがった。なら、今度こそなんか手が。ダメだ、こいつは、もっと。でけえ。さっきよりも強くなってます。きっと B さんとの同化が進んだから。これじゃあ私にもどうにも。まずいぞ、さっきとは比べ物にならない力だ。みんな伏せろ。おいおい、マジかよ。バトルものの漫画じゃねえんだぞ。みんなこの場を離れろ。また来る。嘘でしょ、早く。あ、ここは。ここメメントスだよね。私たち元の世界に戻ってきたの？いや、これは戻ってきたというより、あの黒い竜の攻撃であちらの世界から弾き出されてしまった感じか。だ、助かったのが？けどなんかすっきりしねえような。みんな混乱してるみたいだな。我が輩も何が何だか。
長、ルリア、B、このままでいいんだろうか。なんだ囚人、あの星の獣に排除されて逃げ帰ってきたのか。ま、向こうの世界がどうなろうと知ったことではないがな。情けないものですね。これではあちらの世界も浮かばれないというものです。そうだぞ囚人、自分たちが世界を渡った意味がわからないのか。貴様は世界を渡り、その先ではちょうど貴様におあつらえ向きの事件が起きていた。これをただの偶然と捉えるのはいささか無理があると思いませんか。貴様らは迷い込んだのではない、招かれたのだ、あの世界にな。何のためなどとは聞かないことです。あなたはそれがわからないほど愚かではないはずですよ。まあ、お前らが必要だと思うならばやればいい。